隊さ。なんだ鋼の。今回の錬金術バトル面白いぜ。やれやれ、相変わらずだな。なんせ今回の錬金術バトルは同じ技でも発動する場所の素材によって威力が違うんだぜ。まさに透過効果。大佐と戦うときは自らの攻撃で無能にしてやるからな。別に水がある場所に行かなければいいことだ。まあ仮に100歩譲って私が無能だとしても、私には一緒に戦う頼れる部下がいる。しかも今回はパートナーの選択が自由だぞ。じゃあ俺が大佐やホモンクロスと組むのもありってことか。ああ、全てはパートナーとの絆次第。パートナーと共に戦えば戦うほど絆が深まり、より強力な技が発動できるようになる。ぜひ素敵な女性と絆を深めたいものだ。はいはい。ということは通信でも友達とタッグを組んで戦えるのか。キャラクター同士の垣根を越えて友達同士の絆も重要だな。もちろんだ。さらにプレイヤーは我々を自分好みにカスタマイズすることも可能だ。おお、すげえ。げ、大佐が2人。さらに戦い抜いていくことで君にも2つ名が与えられるぞ。やけに詳しいな。実は私も欲しいのだ。じゃあ一緒にやろうぜ。君は誰との絆で戦うのか。チーム錬金術バトル、鋼の錬金術師フルメタルアルケミスト背中を託せし者、10月15日発売。予約特典はここでしか手に入れることができないゲームオリジナルのアルケミストカードコレクションだ。さらにダブル特典も。ゲーム内のパスワード入力画面で特典のカードに記載されたパスワードを入れると、なんとハガレンの特製プレイステーションポータブルカスタムテーマが手に入るぜ。なんだと。私は聞いていないぞ。情報収集は大事だぜ大佐。みんな予約しろよな。これは